こんばんは、ファンクでーす。こんばんは、ラビです。今日はね、仕事休みだったんですが。すげー久しぶりじゃん。そうなのよ。現場のね、おじちゃんから電話かかってきてね、ロッカー開かなくなったからね、早く来てっていう連絡あったのよ。プチ勤務に変わったのね。ロッカー開かなくなったって。え、なんかあったんですかって言ったら、そこのロッカーってね、3桁の番号をね、入力しないとね、開かないのよ。もしね、電子ロックかけちゃうとね、そのね、番号がね、わかんなくなっちゃったっていうのよ。で、しょうがないから、うちの会社で誰も相手しないから、ファンクさ、休みだったんだけど、行ったのよ。したらね、これ開かなくなったんだけど、どうすんだよってすごい怒ってたのね。ファンク知らないじゃん、そんなの。それでね、いやーこれ、一応鍵もね、下の方についてるんだけど、それはね、このおじちゃんがなくしたのね、臨時の時にね、あげる鍵なんだけど、それで、このロッカーさ、お客さんのロッカーで、会社の方にね、この、お客さんのロッカーの鍵、勝手に使って、で、なんていうんですかね、なくしちゃったみたいですけどってね、前に話したら、それはね、黙ってるってね、え、これ後でバレてやばいですよって言ったんだけど、いや、黙ってるっていうか、黙っててる、今のところ、ね、いや、隠してるわけじゃないですよ。うん、ちょっとね、一時期ね、記憶障害にあってました、バンク。都合のいいピアノマンね。会社がそういう家っていうか、お客さんにはね、一切言ってないんだけど、だからそのね、ロッカーを壊すこともできないのよ。え、これ一からやっていくしかないですよって。え、一からってどうやってやるんだよって言うから、いや、番号はもう001からずっとやっていくしかないですよって言ったら、じゃあやれよって、豚野郎じゃん。ファン君もそう思った。あ、すぎて笑える。マジなんだけど、しょうがないからさ、やってきましたよ。朝のね、8時ぐらいからね、何時ぐらいまで、1時ぐらいまで、ファンクずっとやってましたよ。休みの日なのにね。したらね、余計なロッカーね、置いとくなよって言ってね。クソがクソみたいなこと、よく言うね。いや、ほんと死ねばいいのに。そういえばね、健康診断のね、結果、どうなったんですかってね、聞いてきた方、何かいましたが。ピアノマンみたいに忘れましたとか、言わないっすよ。言わんよね。実はね、別日を予定してたのね。その当日さ、仕事入っちゃって行けなかったから。で、別日も行けなそうな雰囲気だったんで、すいません、仕事で行けなくなりそうなんで、また違う日にずらしてもらえますかって言うんでね、3回目ぐらいにずらしてもらったのもね、仕事で行けなかったのよ。だからね、今年行けなかったんだよ。でもね、これね、いいツールになった。だって休みずっとなかった時に、健康診断ですら、僕行ってないんですよ。これ、後で僕ぶち切れてどっか駆け込んだら大変ですよって言ったら、いや、わかってるよ。ちゃんと休み取るからって言うんでね、休みをね、取らせてくれるいいツールとなっております。あ、そういえばね、久しぶりに、っていうか、もう、東京シークラブでもうすでに2回紹介していますが、3回目になってしまいますけど、申し訳ありません。ファンクの大好きな、大好きな、シャキシャキへ訪れました。イエーイ。寝たない時のいいツールね。ここタンメン専門店でめっちゃうまいのよ。そのね、タンメンの絵をね、久しぶりにね、描いてみました。もうね、ここのね、タンメンはね、見ただけでハッピーになってしまう。もうね、胸も心もね、踊っちゃいますよ。祭りだ祭りだになりますよ。ファンクがね、今まで食べてきたね、タンメンの中でも、もちろんね、歴代ナンバーワンなね、美味しさ、
お医者じゃない。お医者さん。おじいちゃん、さっきご飯食べたばかりでしょ。タンメンね、シャキシャキのこのね、タンメンと、餃子もやばい。餃子もね、多分、今んところナンバーワンかな。タンメンと餃子ね、もしかしたらね、ここ超えるところはもう存在しないかもしれない。宇都宮がアップを始めました。未来英語ね、それぐらいね、ズピシッとくるんですよ。ここね、ちょっと食べログとかさ、ラーメンデータベータのさ、ちょっとコメント見てちょうだい。もうね、ここに書いてあるのはもうね、絶賛の嵐ですよ。ファンクの方がね、もっとね、この近くに住んでたんだから、ファンクの方が本当は早いのよ。何自発見の、何を競ってるんだって。でもここ本当好きなのね、ファンクちゃん。こことの付き合い長いもんね。もうね、このね、もやし、キャベツ、あと大根の葉っぱ、あと人参、あと豚肉、玉ねぎか、もうね、お野菜いっぱい、このね、乗ってるとね、お野菜にもね、味がちゃんとついてんのよ。で、この透き通るようなね、もう塩分の効いたトゥープ、もうたまらん。今年はすでに27回訪れてるのよね。だって美味しいんだもん、もうそれぐらい切っちゃうよ。ファンクのね、銅像が立ってもいいぐらい食べてますよ。ここそしてね、ここの餃子もまあうまい。お肉がもうパンパンだしね、野菜もパンパンに入ってて、すべて手作りですので、もうやばい、もうえらいこっちゃですよ。ここに来たらね、もう絶対に餃子も頼んじゃう。いや、これね、イカみんな食べてみそう、このタンメンと餃子。もうえらいことになってるから。前にね、オフ会に来てくれたね、女性の方がいて、旦那さんと旦那さんのね、お客さんがね、なんか両国ら辺でね、ちょっと地方から来た方なんだけども、美味しいお店ありますかって、ラーメンが食べたいって言ってたらしいね、お客さんが。そしたらね、隣の錦糸町まで行って、タンメンシャキシャキのね、このタンメンと餃子の単餃セット頼んでみてくださいって言ったのよ。あ、わかりましたって言うんでね、で、その人も心配だったらしくてね、いろんなところで調べたら、まあ、評価が高いから、その旦那さんがね、お客さん連れてったんだって。そしたらね、そのね、旦那さんとお客さんがね、今まで食べたタンメンの中で一番美味しいってね、大絶賛してたんだって。それで、その話を聞いて、奥さんもね、後日ね、両国に来ることがあって、で、ついでにね、なんか公演かなんか、ちょっとね、音楽をやられてる方で、ちょっとね、有名な方でね、あまり詳しいことは言えないんだけど、で、公演が終わった後ね、劇団の人とね、一緒にね、食べに行ったんだって。そこまで行ったらクラシックやってる人って言ってるようなもんじゃん。いや、メタルかもしれないね。わからないですよ。そしたらね、みんなね、いや、これはすごい美味しいって言ってね、みんなびっくりしてたっていうぐらいね、絶賛してたお店なのよ。他の人にもね、今までね、紹介してね、もうえらいこっちゃやでってみんな言ってたよ。どこのね、県の方々とはね、言えませんけども、ゴブゴブのロケ地としか言えません。今年ももう9月に入ろうとしてますが、残りどれだけ行くのかしら。ファンクちゃん、ここでいっぱい投資してますよ。たまには餃子1個多め、いや、なんでもないです。いや、でもそれほども長い年月ここで食べてますよ、ファンクちゃん。VIP 席にファンクを連れてってもいいんじゃないでしょうか。ここカウンターしかないから VIP 席って、ね、厨房だけ。あ、じゃあカウンターで大丈夫です。六本木の目の前になるよ。20代の時の話じゃん。前にね、ちょっと六本木でね、ナンパした女の子がいて、でね、その子がね、まあちょっと有名なね、まあディスコのね、店長とね、知り合いだっていうんでね、VIP 席かなんかね、ファンクに入ったことないって話したから、簡単に入れるよって言うんでね、
え、マジって言うんで友達誘って行ったのよ。そしたらね、店長とどっちかって言ったらね、仲いいっていうよりもその女の子がね、まあちょっとね、食事中なんでね、まあ、こんなこと言って、いいのかどうかね、わからないんですけども、かなりおさせな女の子で、そういう関係だったらしくて、そんな不思議だなんてありえないよやめてよワン君ね、その子と一時期付き合っててね、周りからファイターって言われたんだけど、もうその話はもうやめて。ファイター、ファイター、ファイター。それでね、そこのね、ディスクのね、店長にさ、なんでこんなの入れなきゃいけないんだって、ファンたちのこと見て、一別をくれてね、もう、その女の子にね。で、ワン君ね、もう友達からね、お前なんだよ、わざわざここまで来たのに。しかもなんでこんなこと言わなきゃいけないんだって騒いでたらね、あ、じゃあ、いいよいいよ、ちょっとだけ、その、入ってもいいよって、ちょっとね、入れてもらったのよ。したらさ、もう中にさ、先客がいたのね。で、少ない人数だったんだけども、何かな、3人とか4人でね、それ、男の人が3人か4人で、女の人がね、まあ、同じぐらいかな、うん。で、どう見てもね、ギャングにね、ビッチって感じの人でね。せっかくね、友達と一緒にね、入ったんだけども、怖くてね、もう全然ね、もう何も喋れなかったのよ。でね、その中の一人がね、何見てんだよ、とかってずっとね、ワンクたちに、ね、言うから、ワンクたちはずっとね、後ろを向いてね、いや、もう、ワンクね、できればまあいいや、もう VIP ルームなんかでも入るべきじゃない。何が待ち構えてるか分かんないもん。入ってみたらレッドアリーナ、ね、パンドラの箱ですよ。まだね、ジュリアナがあった頃とかね、ジュリアナって、あ、ごめんなさい、さっきの話だったっけ、ごめんなさい、私久しぶりに暴走しちゃったもん。あ、それじゃあね、じゃあここのね、シャキシャキの感想はもう殿堂入りです。うん、ズビシとかじゃなくてもう殿堂です。うん、それじゃあね、ここのね、あのタンメンのね、絵を描いてみました。うん、もうね、タンメンもすごいけど餃子ももうハッピーね。うん、これこそ本当のね、ハッピーセットだと思う。うん、マックよろしくよ。うん、これが本当の、ま、ね、ハッピーセットです。ラギはもすぎたくハンクはね、もう焼肉ライスバーガーとかね、あとね、ナンタコスとか出た時はね、もす好きだけど、基本ね、チェーン店ならね、フレッシュネス。それじゃあね、ちょっとこの間ね、久しぶりにまた砂町銀座商店街行きまして、それをね、接待してまいりました。その時のね、模様をね、一部一つです。うん、またね、砂町銀座ホールのね、ジュンレバ丼、ここね、元祖ですよ。うん、元祖ジュンレバ、レバ丼を食べてね、参りました。ここも美味しすぎるので、ファンクの汚い説明はパイプカットします。Thank you.